さあ、今から行きます。カブトムシとクワガタ、実はですね、先週土曜日に、スポットを見つけまして、蜜が出てるポイントをね、見つけたんですよ、僕と私。ですから今日はですね、そこちょうどね、今日雨が夕方、夜も降っててですね、ちょうど止んだばっかりなので、チャンスじゃないかなということで、さあ今から入っていきますよ。森の中入っていきますよ、ね、今動画撮ってるけど真っ暗で、ね、見えないですね。ライト、さあここもね、昔ポイントだと言われまして、カブトムシここにうじゃうじゃいるよって言われたけど、2年前に乱獲されて、多分いませんね。ここは左の木もね、これもね、蜜がね最近出てたんですよ。あ、ほらいるでしょ、小さい、なんか変なのが。ほら虫がいるということはね、これはこれまた違う、これわけのわからへんですね。わけのわからへん虫、これがうじゃうじゃいるんですよ、うん、でもこれが出てきてるということは、そうそう、いる。ここ蜜ですね。あ、それ蜜、これ蜜じゃないですか。なるほど、ね、こんなね、うん、そう、なんかね、ここも蜜っぽいんですよ。ここチラシ、ここもね、蜜っぽいんですよ。これですか。うん、ここにね、これね、うん、そうもね、蜜っぽい。さあ、じゃあ本当のスポットに行きましょう。本当のスポットなんですよ。網が、僕来たのね、あ、ちゃうわ、僕来たのこの水曜日に来て、夕方来たからね、結構ね明るかったんですよ。だからね、すっごいいっぱいね、いるなって見ました。この辺もそういう気になるんですよね。そうなんですか、うん、ここに前ね、ココアのメスがいましたね。ここいません。今日はこっちちょっと照らしてもらっていいですか、下。はい、いないですか。何も、ここいないですね。こっちに移動します。ここですね、ここ。はい、います、いっぱい。また何かいます。ここはなんか、よくわからないやつね。よくわからないやつがいるってことは、うん、まあ、いてる可能性があるというね。ここもね、蜜出てるんですよ。出てるんですかね。こっちだわ。湧き貝がありますね。こっちもまあよくわからんの。よくわからんのいっぱいいるね。そうなんです。めっちゃでかい。めっちゃでかいのこれ。それなんかいっぱい猿の腰掛けなんですか、これ。どれ、それでかいの、これ食べれるんですか。あ、食べてください。漢方ですね、漢方。おー、すごい。なんか筋肉つきますよ。昔やってたよね、なんかあの、これはキノコの粉売ってましたよね。あ、売ってましたね。あれはアガリックスですね。はい、アガリックス。今できないです。元気なこれなんか、なんや、全然なんか、この虫は何や。虫がいますね。ちょっと雨上がりすぎたかな。こっちね、僕先生、ここね、うん、ま、あ、ここは、これ虫ですね。これもね、これも同じようなあるんですよ。貝。あ、でも、巻き貝ありますね、こっちにも。巻き貝は。ここにもありますよ。巻き貝。ほんまや。
なんか、なんでこんな変えてきてますよ。なんでこんなことになるんですか。貝が、貝でもそう。貝は別に探しに来てません。貝やこのキノコもね、いっぱい。キノコもいっぱいに。こう育つんですね、この木は。そう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 。これね。そう。さて、じゃあ本当のポイントに行きましょう。まだあるんか。こっちって、いやいや、まだっていうか、まあ、全然まだ来てませんから。来てないんですね。ここもね、この穴もね、僕はね、いつも怪しいと思って、ね、見てるんですよ。ああ、さっき言うてたダンゴムシですね。うん、メッセージ出てですね。はい。来ません？いなさそうですね、ここに関しては。さて、じゃあ本当のポイントに、僕が、はい、ちょっと本命よりもちょっとこっち、こっち、こっちもね、この辺の木もそうですね。あ、これですか。はいはい。これでも蜜やないんやっていうのはね、なかなか分からんすけどね。いないですか。見当たりませんね、これ。これ。じゃあ、本命の場所。はい。本命の木はね、これなんですよ。私が、この上なんですよ。この上？はい。上ね。うわ、見えへんな。ちょっとわかりませんね。わかれへんな。この木なんですよ。ですか。ここにね、フラッシュで、フラッシュでやったの、上についちゃった。上なんですよ。ちょっと照らせますかね、あの携帯の方がね。あ、そうですか。いない、いない。ここがね、すっごい樹液がね。あ、そうですか。いてね、ほら、なんか落ちてきた。ほら、落ちてきた。花粉ちゃんか、何をしたんですかね。あ、これ、こいつ、こいつね。あ、いた、いた、いた。あ、いた。ここにいた。ほら。これ、これ、これ、これ。おった、おった、おった。これ、これ、これ、これ。あ、なんだ、これ、これ、これ。これ、クワガタ。そう、そう、そう。これ、クワガタ。メスですね。メスです。はい。はい。ゲット。ゲット入ってみてください。ココア。ココアガタ。これ、ココアじゃないね。平田ちゃん。平田のメスかな。大きい、大きい。大きいね。平田ですね、うん、多分ね。ココアっぽく見えて平田でかいですね。ああ、大きいですね。平田ペップカップリングしたかったんで良かったですね。なるほど。元気に行くんだよ。さよなら。おいおい、お疲れ様。おいおい、おいおい、ちょっと持っといて、ね。大きくなれよ。リリース。え、上見て。はい。ね、俺のポイント。ここにおった、おった。俺ええの見つけた。どれだ。これ俺さっき俺の腕におったやつや。オスです。見てください。あ、ココアだ。これコクワガタ。あ、これコクワガタですね。まだ小さいですね。死んだふりしてますか。いや、ココアです。死んだふりするんですよ。あ、するんですか、うん、なんか落ちてきた。落ちてきてます。さっきもね、ここ腕落ちてきて俺。あ、ここ、これ金分や。金分ですね。これ金分。あ、でかいでお玉かよ、これ。綺麗で、ええ色や。うん、茶色で。ええ色や。ほらほらほら。あ、いらん。あ、綺麗やわ。じゃあどうぞ食べてください。はい、どうぞ。ありがとう。元気になれよ。さよなら。あれ？あ、ここにもいた。これ？これちゃうか。それはなんかいつものやつ。あ、これいつものやつやね。いつものよくわからんやつ。ここに結構出かかってるってことじゃないですか？今日は落ちてるんですね。いや、今上サードで落ちてる。だからちょっとやってみようか。もう一回。蹴る？だから。いや、蹴ってもこれ蹴ってみるの太すぎて、これここに多分ね、いんねん、見えへん。あ、樹液のところに。そう、ここがね、あ、まだ落ちてきた。落ちてきました。なんかまた落ちてきました。ほんまですか。はい、ほら、あ、来た。これめっちゃ落ちてきた。めっちゃ落ちてきた。何が、どこに、どこに落ちてきた。この辺行っちゃうんですか。落ちて跳ねたぞ、今。落ちて跳ねて、跳ねたんですか。俺の携帯の。